びっくりしましまたね総裁選岸田さんが不出馬を表明をされましたまああの総裁選の不出馬を表明するのに首相官邸でやるってところがですねまあ岸田さんの公私混同ぶりを、まあ、象徴しているなと総理大臣としてさまざまな実績を挙げてきたとしかし政治とお金の問題統一教会問題、えー、大変な物価高などの問題があり 自民党を生まれ変わらせるために総裁選に出ないと自民党はお金を集めお金を配って選挙をしてそして権力を維持すると強者のための強い人たちの側の政党そのビジネスモデルはどこまで行っても変わらないとここに財政制度審議会のですね 資料があるんですけども状況認識というですねここにはですねもう日本はこのままでは超高齢化と地方は消滅するよとこのような日本を作ってきたのは誰なんですかと誰の責任なんですかとずっと、まあ、この間自民党が政権担当政党として日本を少子高齢化過疎化 東京一極集中に導いてきたと、まあ、表紙を変えて、変わる変わるということで、政権を延命させていくと。またここでですね、同じビジネスモデルで政権を延命させるようなことがあってはならないと。まあ自民党っていうのはさすがだなと。政権を維持するためだったら何でもやるんだなと。自民党が延命し、日本が滅びると。 自民党が延命し、人々の生活がめちゃめちゃになると。自民党が延命し、地方が消滅するというようなことになってはならないというふうに、改めて感じています。以上です。